はい、こんばんは、島津でございます。皆さん、本日はですね、以前も遊んだゲームなんですけど、パワーアップして帰ってきたっていうことでやっていきたいと思ってます。タイトルはね、バックショットルーレットですね。ショットガンを使ってね、ロシアンルーレットをするあのゲームなんですけど、この度スチーム版が、配信されまして、まず日本語対応したところと、あと新しいアイテム、ちょっと前にアップデートが入って新しいモードっていうのもね、追加されてるんですよ。なので、今回はその新しいモードをね、楽しんでいければいいかなと思ってます。あと新しいアイテムの確認か、そこら辺をやっていきます。さあ、帰ってきましたよ。懐かしいですね。で、今調べてみたんですけど、新しいモードに関しては一度通常モードをクリアしないとダメみたいなんですよ。なので、今回はまず最初に通常モードでこのゲームのおさらいをしながら、まあクリアして通常モードを楽しんでいきたいと思います。あ、ちゃんと日本語化されてる。まあ、もともとテキスト部分は少なかったからね、容易にしやすかったんでしょうね。ざっくりあらすじを説明すると、ここはどうやら命を懸けた賭け事が行えるね、秘密の場所みたいで、命を懸けることによって目の前にいるディーラーに勝てれば大金がね、手に入る、そういった場所みたいなんですよ。で、これは英語で書いてあるからよくわかんないんだけど、まあおそらくね、まあ命、あなたがここで死んでも私たちは責任を負いませんよっていうね、同意書なんだと思います。じゃあ、まあ、しまず、はい、入力終わりましたね。エンターを押すと打ち込まれます。ゲームはね、全3ラウンド、うん。で、実弾が1発、空砲が2発。今ランダムに弾がね、詰められました。で、最初のね、ターンは自分なんですけどね、どうするか、自分に打つか相手に打つか。ここは自分に打ちましょうか。おう、運がなかった。ちゃんとね、打ってもね、復活させてもらいます。あー、失敗しましたね。3分の1外れました。さあ、もう空砲よ、分かってんだって。まあ、こんな感じで話は進んでいきます。もう次のラウンド行こうぜ、分かってんだから。はい、実砲3、空砲2。部屋に隠された順序で、通される。撃つ、 OK。そうか。はっ、あぶねえ。ここにね、ちゃんとね、銃を撃つ時のね、ルールが書かれてんだけど、自分に向かって撃った時に空砲だったら、また自分のターンになります。向こうのターンにはなりません。相手に向けて撃った時に、向こうのターンになるんですね。で、今、向こうのディーラーは空砲を撃ったから、まあ、外れですよね。で、自分にターンが回ってきた感じ。で、実砲が、2発か。なんですよ。ってなってくると、頼む！ OK！ はい、勝ちました。第1ラウンド終了。第2ラウンドですね。もっと刺激を加えてみようか。2個のアイテム。装填の前にアイテムが使えるか。そう、第2ラウンドからはアイテムを取得することができます。で、それを使って自分に有利な方向に持っていくわけですね。それで開封されたアイテム箱からは2個取れます、アイテムが。来たね。虫眼鏡。うん。で、次が虫眼鏡。あー、でかいでかいでかい。虫眼鏡はね、めっちゃ有利。
はいはいはい。十方一、九方一。さあ、どうするかなんですけど、ここで虫眼鏡使いましょうか。虫眼鏡は中身がわかるんですよ。はいはい、実弾ですね。だからこれは、撃ちます。OK。で、もう空砲なんで、このターンは終わり。向こうも分かってますからね、空砲なのは。お、やった。ノコギリ来ました。これは、強い。なんだこれ？あ、あれか。これは前の挑戦者。うん。ゴッドって名前で挑戦したっぽいけど、まあ、血しぶきが飛んでるところから、ディーラーに負けたみたいね。来たー、タバコ。OK。実砲に空砲に。虫眼鏡使おっか。虫眼鏡使って。はい、実砲ですね。実砲だったら自分はここでノコギリを使います。ショットガンの威力が2倍になる。つまりライフが2削れるんですよ。これで、重心をカットして。それじゃあ、OK。はい。これで、向こうのライフは1。で、向こうのターンに行きます。手錠来ちゃった。手錠は高速で、あー、タバコも来たね。タバコはね、ライフを1回復させてくれます。で、タバコ2つ来てたから、あー、やばい、元に戻っちゃった。手錠はね、高速系のやつで、こっちのターンがスキップされるんですよ。撃つね、撃つね。OK、OK。不発。さあ、これで向こうのアイテムはなくなった。でも、まだ拘束がされてるから、向こうのターン。お、マジか。運よかった。はい。自分のターンになりましたね。もう残ってるのは実砲だけだと思います。では。はい。いやー、マジか。俺もうダメかと思った。うん。絶対撃たれるかと思った。さあ、次は？タバコ来た。虫眼鏡、でかいでかいでかい。え、実砲3、空砲2。これ覚えるの苦手なんですよね。さあ、どうすっかね。ま、自分に撃つわ。あん！ダメだった。で、向こうのターンになんだよね。そう。ビールはね、おう。ビールは、装填されてる弾を一発抜くことができるんですよ。じゃあ、ここで自分はタバコ吸って、HP を回復させて、今、実砲は2発排出されてるよね。一発自分に当たって、今、ビールで一発排出したよね。で、そうだよね。こっちに向かって撃った時に空砲だったと。半々か。多分半々だよね。撃つ。あっ！ダメだ。撃たれる、これ。もう実砲飲みよ。いやー、長丁場だ。まずい。すんなりといかんね。で、これで、アイテム。虫眼鏡、手錠来た。オッケー。半々。実砲3、空砲3。さあ、どうしましょうかね。手錠、ディーラーの次のターンをスキップさせる。とかできんだけど、まあ、ここちょっともうタバコ吸って回復半々なんだよね自分。あん！タバコ吸うか。
手錠をここで。やばい、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 やばい。OK。で、もう一発、もう一発。自分に。ほー。あー、撃たれた。お?マジか、あいつ。賭けに出たね。自滅した。で、今この中には、実報の方が多いよね。見るか。後、実報。OK。はい。おかおし。で、残りは空砲だよね。空砲だよね。うん。で、これで終わり。だよね。オッケーオッケー。ふぅ。タバコ。虫眼鏡。ノコギリ欲しいな。うぅ、これはやばい。実報5。空砲2。まず虫眼鏡で見る。実報。はい。オッケー。じゃあ手錠かける。高速。2連続来てくれればいいけどね。このターンはもう終わらせる。第2ラウンドは。で、何もできないんだよね、向こうは。はい。じゃあこっち。はい、虫眼鏡。実報、OK。それじゃあ、終わり。さあ、第2ラウンド終わりました。続いては第3ラウンド。こっからですよ、本番は。さあ、これが最後の対決だ。除細動器も輸血ももう必要ない。これから一緒に生と死の狭間で踊り明かそうじゃないか。来ちゃったー、来ちゃったー。4個手に入ります、1人当たり。はいはい、バランスはいい方だね。はい、やることは分かってるだろう。今ライフのとこに割れてるライフマークありましたよね。あそこまで到達してしまうと回復アイテムが無効化されるんですよ。だから残りライフが1になった場合、回復アイテムを使うと、回復はできません。割れてるライフマークが2つあれば、うん、まだ1段階回復できるんですけど、残り1になってしまったらもうどうしようもありません。はい、そんなやばい、やばいです。M 校ノコギリ2つなんだけど、バカが。いや、これは、自分。だ、バカ。まずいね、まずいね。手錠拘束。うわ、やばい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 。あ、いいんだよ、別。手錠拘束しても。うん。これは向こうが、ちょっと、あれだね。戦略ミスですね。だってもう空砲なんだもん。うん。手錠拘束をわざわざする必要はなかったはずなんだけど。OK、4つ来た。もうね、1回でこう、そうだね、1回の宝箱から4つアイテムが出るから、バンバンアイテムは使っていった方がいい。44だね。うん。で、ここでも回復して。OK。で、虫眼鏡で見る。空砲。グボー、オッケー。なら、自分に撃つ。はい。で、次ですね。次も、ちょっと虫眼鏡で見る。実報、実報来ました。実報来たなら、ここで、一回拘束。オッケー。これで、ノコギリ。で、撃つ。OK。実報出る。
空砲一発、ジッポ一発出たね。で、拘束してる。で、ここなんだけど、ビール飲む。ジッポ抜ける。マジか。でも、自分バカ、ダメだった。これで向こうの高速解ける。今半々だよね。空砲半分、実砲半分だよね。いや違うな。まずい。まあまあ実砲の数は少ない、実砲の数は少ない。 OK、 実砲の数は少ない。でまた向こうのターン、まだノコギリやんだよな、怖いんだよな。これで今、実砲と空砲は半々なはず。あ、自分に撃つ。おー、やばい、ノコギリ使ってくるぞ、あいつ。やばい、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 空砲、空砲、空砲。おー、はい、これで自分のターンですね。さあ、空砲が、今多めに抜けてるから実砲の方が多いです。まあまあちょっとまあ回復して OK でどうしましょうかね。自分、はい、残念。これでまあ実砲も抜けた。また空砲と実砲半々だね。高速来た、虫眼鏡来た、ビール来た、ノコギリ来た。いいね。向こうのターンだよね。あ、違う。もう終わったんだ。3、2。で、5発。ふぅ。見ます。空砲。OK。空砲だから撃つ。はい。で、実砲の可能性が極めて高いんですよね。まあでも見る。OKOK。オール空砲ですね。これで空砲は全部なくなる。うん。残りはもう実砲オンリー。つまりここで拘束をする。そしてノコギリで切る。OK。で、撃つ。はい。で、拘束されてるんで、ワンターン。ワンターンは、無効化。で、自分に入る。で、ここなのよね。ビールで飲んで、実砲を抜く。で、残り実砲は一発。これで、このターンは、そうだね。これで、全弾排出し終わったんで、うん。終わりだね。このラウンドは。準備は、準備か。いいか。やばい！そう。割れてるライフが2つになるとケーブルを切断してモニターが見れなくなるんですよね。だからこっからはしっかり計算しとかないといけない。頭でどんだけ回復したかとかね。ビール、はい、タバコ、あ、ノコギリ、なるほど。これはもうかけた方がいい。待ってね、ちょっとビール飲んで空砲であってくれ、頼む。実砲だった、半々か。ビール飲んで頼む、空砲であってくれ。 OK、 空砲で、これでかなり、タバコ吸って、もうかけます。うん、ノコギリ、割合としては実砲の方が多い。頼む、これで終わらせてくれ。バッカン、バッカン、終わった。やばい、大ピンチ。賭け失敗。
もう向こうのターンなんで、やりたい放題ですよ。向こうはもう何年かんねんあるから。うん。マジか。そっちに持っていったか。はい。残り1だよね。あれ？え、なんで俺もらえた？だって、ノコギリで切ってないよ。ライフ2やったんだよ。俺が認識してる仕様と違う？割れたゲージって。本来なら割れたゲージが残り1のはずなんだけど。あ、でも勝ちました。いや、これ向こうの戦略ミスでしょ、圧倒的に。だってさ、手錠で拘束しまくれるからさ、もう全弾、ね、こっちに向かって撃つことは可能でしたよ。あと、ノコギリもあるから。やったー！はい、賞金です。あれ？ん？あれ？開かないよ。開いた開いた開いた。はい。賞金。なんか仕様違うかもね。ライフの。割れたライフのね。はい、これで、無事に通常モードはクリアですね。あ、7000系だって。これね、スコアアタックなんですよ、お金って。だからここで競い合うことができんの。ダブルオアナッシングがアンロック。そう、これが新しいモード。来ましたね。あ！なんだこのモニター。なかったなかった。スチーム版で追加されたやつだ。なんだこのモニター。コニだって。はい、なに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 ？はいはいはい、実績が見れるやつか。あ、ランキングが見れるんだ。これは、今後多分追加される要素っぽい。今、鍵がかかってます。スチーム版で追加されたやつですね。ランキング形式で見れる。で、これがダブルワナッシング。ピルを消費するか、運動の能力を低下させる可能性がある。これを飲まないとダブルワナッシングにはなんないんですよ。さっきのは通常モード兼チュートリアルなんですよね。でもチュートリアルが終わったからってことで、もう特に説明もなく、うん、アイテムがバッバ出てくるんだと思います。来た、新アイテム。これなかった。うん。これ新アイテムだ。なんだ向こうのも。結構新アイテム多いぞ。うん。漫画みたいな雑誌とかなんかね、いろいろある。3種類かな。向こうには知らないのが3種類ある。で、自分の方には1種類あります。これなんだ？逆変換装置。方針内の弾を、実砲か空砲に変換する。は？どういうこと？あれ？今、弾何発だったっけ？覚えてない。アイテムの方に集中してて、見てなかった。どうすかね。空砲に実弾位置だったかね。じゃあまあ、撃とう。外れ。じゃあもう実砲ですね、自分。それ何？電話？何電話って。何それ？待て待て。なんだなんだなんだ、何俺はされてんだ。まあまあ、そうなのよ。あれ、向こうさ、手錠なくなかった？うっそ！あれ、もう終わりじゃないの？中の実砲変えられた？もしかして。は？あれ？そんな入ってた？弾。ちょっと待って、やばいやばい、新アイテムが理解できない。多分なんか、アイテム、別のアイテムを取り寄せるってやつじゃないですかね。さっきの携帯。へぇ？怖っ！新アイテム怖っ！ああ、空砲だ、最悪。
や、これは怖い。いや、これしか来ねえ。ほう。こうなってくると中見よっか。空砲、これを実砲に変える。今これで実砲になったんだよね、おそらく。じゃあノコギリで2倍にして、うんだね、砲身内の弾を実弾か空弾、空弾に変換する。だから今砲身内には空砲が入ってたから、これを実弾に変えてるはず。つまりだよね。あ、でもあんま意味なかったかも。向こうのターンになっちゃう。え、これこっちがピンチじゃねえか。向こうのターンだもんね。何それ。あ、お薬は2倍っぽいぞ。実弾なのよ。そうなのよそうなのよね。しもたな。まあ、能力が確認できたからいい、よしとしましょうか。来た、お薬ですね、タブレット。あ、携帯来た。実砲に、空砲に。で、使い捨て携帯。謎の声が未来のことを教えてくれる。どういうこと？虫眼鏡とは違うよね。だから、虫眼鏡以降の先のことを教えてくれるってこと？期限切れの薬、40% の確率で。はぁ？かけやん、これ。飲む？飲む？どう？死んだ。死んだ。ああ、なるほどね。33ね。はい。まあ、ここはもう手始めに俺を撃つ。はい、はい、いった。これで実砲に、空砲さん。面白そうだな。あ、変換した。実砲になった。空砲が実砲になった。はあ確定です。私は2減ります、ライフが。あお。そして、そしてそしてもう一旦向こうです。で、今空砲減ったから 2-2 です。実砲に、空砲に。あ、自分に撃つ。ほーん。ほーん。ああ、終わった。くそ。ダメだ。やろう。変換装置、いいね。うん。はい、今ですね、時間をちょっと見たんですけど、なかなかいい時間だったんで、まあ、負けてしまったんですけど、キリがいいかなと思うんで、次回ね、こちらのスチーム版、リベンジしていきたいと思います。今までよりね、戦略性がより奥深くなったね、バックショットルーレットが、誕生しました。よかったらね、皆さんも購入してみて、遊んでみてはいかがでしょうか。値段の方もすごく安くて、300円台で買えます。今セールしてるからもうちょっと安いのかな。うん。よかったら、そうだね、概要欄にもストア貼っとくんで。うん、確認してみてください。で、このゲームの将来的なお話なんですけど、開発者の方がコメントしていて、なんとね、将来ね、マルチプレイモードを追加するっていうことで話が進んでるみたいです。実装されたらね、まあ、機会があれば、絆が壊れるのが怖いですけど、誰かとね、遊んでみたいな、遊んでみたいなとも思ってます。それでは、次回のリベンジ戦でお会いしましょう。島津のスチーム版バックショットルーレットになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。